地図上で示した LHCLHC の模式図大型ハドロン衝突型加速器は高エネルギー物理実験を目的としてセルンが建設した世界最大の衝突型円形加速器の名称スイスジュネーブ郊外にフランスとの国境をまたいで設置されている2008年9月10日に稼働開始したまた LHC 実験はそこで実施されている実験の総称 LHC は2013年2月から停止していたが、2015年4月5日に改良工事を終え、以前の8兆電子ボルトから13兆電子ボルトの高速エネルギーへ更新して運転を再開した。13手部の衝突が2015年5月20日に初めて達成された。子ビームを7手部まで加速し、正面衝突させることによって、 これまでに内向エネルギーでの素粒子反応を起こすことができる。最大重心系衝突エネルギーは14テブ付近。ただし、陽子反陽子型の実験装置ではないため、連続重心系衝突エネルギーは8テブ10テブ程度の実験エネルギーになる予定。陽子ビームを収束するために用いられる超電導をよえ、極電磁石2000年に実験を終了した。 大型電子用電子衝突型加速器で使われた地下トンネルに陽子、陽子衝突のための加速器を新たに設置して LHC は建設された。その全周は約 26.7km で日本では全周 34.5km の山手線に例えることがある。レップで用いられた加速器などはすべて超電動型に置き換えられた。これは電子に比べて 陽子の質量が1836倍のため、強力な磁場を要することによる。陽子ビームの衝突点には、地下100メートルの地点に6階建てのビルに相当する、観測点4カ所に観測装置5台を設置し、高エネルギー物理現象から生じる粒子を観測する。これまでレップでは、標準模型の検証実験が行われてきたが、LHC ではより精度の高い標準モデルの、 検証を行う。大統一理論及び超対称性理論を実験的に検証することが長期的な目的である。LHC で用いる陽子ビームの安定性をシミュレーションする目的でボイインクを基盤とした LHC ホームプロジェクトを2004年から開始している。大型電子用電子衝突型加速器のための既存の設備をより高輝度 高いエネルギー領域で実験ができるように、加速器及び粒子誘導コイルは、ニオブ系の合金を用いた、超電導型に変更している。LHC は、陽子と陽子を衝突させる実験であり、陽子汎用子型ではない。汎用子を生成するためには、陽子シンクロトロンや陽子サイクロトロンで加速した、陽子をタングステンなどの金属に衝突させて生じる、汎用子を集めて、 それを実験に用いる必要がある。実際にセルンの SPS 実験や国立フェルミ研究所のテバトロン実験などでも実施しているが、工術の実験の中にあるような高輝度連続衝突を要する実験には向かないため、陽子陽子型実験とした。将来は陽子反汎用紙型の実験も行われる可能性もあるが未定である。ナナテブの 量子ビーム同士を正面衝突させることによって、14、テブの重心系衝突エネルギーを得る実験が行われる予定。すべての実験グループは、理論的かつ実証的なシミュレーション実験並びに、データ解析を行うセルンの支援部門からの支援を受けている。各国の研究機関の参加に関しては、欧州原子核研究機構理事会によって決定することになっている。 ありがとうございます。